こんにちは、池田しおりです。みさきです。今日はいつものメイクに少しツヤを出すだけで華やかになってくれるっていうメイクをしてみました。二次会前や、出かけする前にちょっと華やかになりたい時にちょい足しするだけでかなり華やかになると思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画スタート。クリオのラメは大粒なので上のアイホールは指でのせていきます。すごい発色が良くてキラキラしてくれるので、やりすぎるとすごい派手になってしまうので少しずつ伸ばしていきます。涙袋のところは細かいので小さい筆を使ってトントンと優しくのせていきます。その時に黒目のまた下あたりにのせていきます。次にハイライトをのせていきます。鼻筋にハイライトを足していきます。その次にこちらの C ゾーンにも足していきます。でほっぺたのここの部分にも少しツヤを足していきます。で唇の上の部分にもツヤを足していきます。最後に顎にもツヤを出していきます。唇にもツヤを足していきます。唇の真ん中を中心に足していきます。右側が普段のメイクで左側がツヤを出したメイクです。普段のメイクにツヤを少し足すだけでかなり華やかな印象に変身すると思います。ぜひお呼ばれした時、ちょっといつもより華やかにしたい時に参考にしてみてください。